こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日は皆さんに今後のというか明日から来週の木曜日まで約1週間の動画投稿についてお伝えしないといけないことがありまして、金曜日から木曜日までアメリカに行ってるんですけど、皆さんご存知の通り今の僕の動画って基本的には直近にあった出来事とか大会までの減量経過をニュースとして取り扱ってるんですよね。なので1週間先までネタが作りにくいっていうのがあったり、そこは昔みたいにボディービルダー紹介とかすればいい話なんですけど、今動画界が結構バタバタしていてなかなか1本以上の撮影の準備をして編集してっていうのが難しくてですね、全部勝手な都合になってしまうんですが、そういうこともあり来週の木曜日まで毎日投稿ができなくなります。さすがに1週間投稿休みにするとかは嫌なので2日おきの投稿にしようかなと思いました。今日が水曜日だから金日火曜日木曜日っていう感じで動画投稿していこうかなと思います。本当に申し訳ないんですがこんな感じの、スケジュールでご了承ください。金曜日からは無事にアメリカから帰ってきてれば動画がいつも通り上がります。今日はさっきの話でもう終わろうと思ったんですけど、ブレオンがオフ期のアップデート、そして同じくクラシックフィジークでアーノルド・オハイオに出るアレックス・カンブロネロが素晴らしい体を見せていたので、ブレオンは今年おそらくオリンピア1本で優勝奪還を狙っていると見られているんですが、いろいろとでかいです。本人自身ここまでの体重になったのは初めてみたいですが、何キロあるのかは分かりません。多分クラシック選手の中でオフを取っている人の中でも一番脂肪もある程度乗せていて、がっつりオフを取っているという印象ですね。去年のオリンピアは非常に僅差でクリス・バムステッドに敗れた元チャンピオン。ウエストの細さはキープしながらもさらに筋肉に厚みがついている感じがします。昨年の11月頃はタンパク質 280g、 炭水化物 400g、 脂質 180g の 4340kcal で過ごしていたブレオン、今はもう少しカロリーを増やしていそうですが、クラシック選手の中ではすでに十分筋肉量がある選手なので、極端に体がこれから変わるっていうことはない気がするんですけど、大会に向けて準備を始めて脂肪がそぎ落ちた時どんな進化した姿を表すのかが楽しみです。続いてはアレックス・カンブロネロ、チーム Y3T でアーノルドまで残り7週間、同じくチーム Y3T のスティーブ・ローレースも非常に期待されているわけですが、素晴らしい体をアップデートしてくれました。胸トレをしていた後なので特に胸がすごいんですけど、もともと筋肉量という意味ではボディービル212の選手だったこともあって、トップ3と比べても見劣りはしていなかったアレックス、どちらかというとプロポーション、そこで少し負けていた気がするんですが、胸の厚みや肩の張り出し、腕の太さ、背中の広がり、厚み、そういった自身の強みでもある部分はうまく残しながらもウエストをより細くタイトに見せて、全体的な見た目をよりクラシックの評価基準にうまくはまるような形にさせていけている印象を持ちました。タイプ的にはブレオンとジョージ・ピーターソンの間といった感じでしょうか。下半身ももともと太くて、本当に上半身もでかい、そしてプロポーションが良くなる、筋トレ後なので全身血管も走っていてパンパンですけど、このままあと7週間うまくアーノルドまで持っていけばトップ3は確実、優勝も全然あると思います。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし気で楽観値いただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの温かいコメント、高評価、応援、いつも本当ありがとうございます。ということでまた金曜日にお会いいたしましょう。ではバイチャ。